和光建区和光建区は埼玉県和光市にある東京地下鉄の車両基地である。東京メトロの車両基地としては唯一埼玉県に立地する。有楽町線、福都市専用の車両が所属している。和光建区入り口付近1987年に有楽町線の営団のあります駅、和光市駅間開業に伴い、飯田橋駅市ヶ谷駅間に設置されていた。 飯田橋建築の建築機能を移転し、和光建築が発足した。2009年4月には新木場建築が組織統合され、同社庫は和光建築新木場分室となった。有楽町線が最初に計画された1968年時点では、有楽町線は成増池袋明石町方面であり、車両基地は成増付近に計画されていた。しかし、すでに周辺は、 住宅地として開発されており、用地取得は難航することが予想されたため、和光市駅や浅香駅間に位置した東武鉄道所有の未開発地と米軍が接収中のニ位クラ倉庫の土地を取得したものである。中央工業からの買収面積は約6238平方メートル、買収金額は約13億4千万円、東武鉄道からの買収面積は 約7万551平方メートル、買収金額は約17億5000万円である。主な担当業務は、列車検査、ガッツ検査や車輪添削、車両清掃や営業線対応である。有楽町、福都新線車両のほかに、車両添削の都合で、千代田線、南北線車両を担当することがある。他に、有楽町線には新規場分室があるが、所属車両は、 すべて本県借である。和光県借の建設に要した費用は総額305億1100万円である。内訳は土木関係費が26億3900万円、用地関係費が32億4100万円、電気関係費が12億1800万円、その他費用が61億7900万円となっている。この造船工事で、 留置線は38船へと造船された。なお、当初計画より配線の見直しがあり、現状の収容数と上記の最終計画表とは一部、一致しない。ありがとうございます。